はい、イゾログです。今日はね、念願かなって、見づらいな。青森のねぶたに来てまーす。でも、もうちょい近づいてみようか。初の青森ねぶた来ましたけど、ここはちょうど折り返しっぽいね。まあ、ちょっとあんまり長居はできないけれども、まあ、なかなかいい位置を見つけたね。
でもね、24時間パーキングこれ押さえてね、そこに駐車して車の上からやるべきだったね。なかなか押さえるところは押さえた方がいい。
まあ結構足早に青森ねぶたは切り上げたんですけど、そこだな、ここがね、ふ頭っぽいね。ここなんかね、無料駐車スポットっぽいね。だからなんかね、ふ頭らへんね、秋田港の花火もそうだったけど、まあそういうところがなんかあるっぽいね、東北のお祭りって。はい、まあちょっとこれで帰ります。